はい、お疲れ様です。山です。新素晴らしきこの世界続きやっていきます。さ、ということでね、始まりました。死神ゲームね、いつの間にか巻き込まれてしまったんですけども、やっていきましょうということで。まだ主人公は、なんだ、参加型のイベントとしか思ってみたい、思ってないみたい、ん？思ってるみたいなんですけど、やっていきましょうか。はい。なんだっけ、光エリアね。標的を探す。あ、戦ってこうぜ。ノリノリだね。うん。ああ、なるほどね。強い奴がいるから、いいんじゃない？これ強い奴じゃない？シンクロコンボを決めよう。ああ、はいはいはい。交互に当てると確かね、いいんだよね。まあ、このシンクロゲージってのが出てる間に殴ればいいってことですよね。別のキャラで。で、画面真ん中上に、パーセンテージがあるんで、それを貯めて 100% になれば、マッシュアップバッジが出現する。はい、まあ、必殺技が出せるんですよね。何が相手でも片付けるだけだ。こりゃまずいかも。え、これ強いよ、多分。待って。これ多分強い。一発4とかだもんね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。俺ら行けてんじゃん。45%。あぶね。おお。ちょっと。大丈夫？めっちゃ削られたんだけど。マジか。あ、レベル、あ、倒せた？マジか。全然たまんない。勝てたんだ、マジか。勝ったけど。結構辛かったね。いや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 、倒しきれてない。え、囲まれた。やばくね。これさ、ゲームオーバーってどうなる？怪我とかしないよな。するかも。え、もうやめる？どうやって RNS をログアウトするとか。ログアウトって。だあ、運営呼ぼうか。ちょっと死神さん。え、ノイズが消えた。俺たちの力？絶対良い。おお、誰かいた。波の式すら組みやしねえ。あ、やばい人。なんだお前ら、参加者か、それともただのゴミか。まあ何でもいい。ゴミなら俺がまとめて捨ててやる。はい、出たね、絶対弱え。まあ、うん、ちょっと変わったね、言葉遣いする人。まあ、変わったというかね。数学が好きなんですかね。謎の男がチームに加入し、新たなバッジも手に入った。メンバーが増えるとバトルで使えるサイキックの数も増えるぞ。準備はできてる。お、かっこいい。ふざけんの。やめとこか。どうすんの？あちょっと待って、これ貯めとけるんだよね。貯めといて、あ、いいじゃん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 。だから、あ、終わった。ベクトルが違うぜ。他のキャラで攻撃しといて、その間貯めといてもらって。くだらん計算だ。あ、いいねいいね。よし、もらった。調子いいじゃん。かっこいい。いい。まずじゃん。いいね、吹っ飛ばせるっていうのがね、気持ちがいいね。クラッシュ。あの人強い、すごく強い。参加者なのか。俺たちを助けてくれたね。どうなんだろう、
助かったのは確かだけど。すいません、ありがとうございました。俺たち初心者で結構ピンチだったんで。お兄さんもゲームに参加してるっすか？どこかのチームっすか？ゼタつまんねえ計算だ。ここまで主役なのは久々だぜ。ん？問題の時間だ。お前らがゲームで生き残れる確率は1ゼプトパーセント。1ゼプトは10のマイナス21乗倍 0.00000。 なんか低めってことっすか？限りなくゼロに近い、わずかよりはわずかに高い。あ、わずかな世界っすね。がゼロじゃねえ。142857を崩していく。え？俺は南本翔。どこにも属してねえ。例外の参加者だ。2ゼプトグラム程度の存在のお前らに俺が加わったらどうなる？重くなる。ゼプトグラムの存在に次ぐ。生き残りだけや全力でついてきな。え？言っちゃったけど。よし、追いかけるぞ。仲間になってくれるって言ってんだよ、きっと。本当か？適当だけど、あの人強いし、仲間になってくれたら相当ありだよ。あり。まあ確かに。142857巡回数？あ？検索したけどやっぱよくわかんないわ。はい、南本さんですね。かっこいいね、なんか近いのにメガホン使うなって。はい。で、巡回数ね、今ちょっとねパッと調べたんですけど、なんだろうな、そのかけたり割ったりしても、いや割ったらダメなんだ、かけても、考えろ、かけても、なんだろうな、元の数字にを2倍、3倍、4倍ってしてっても、元の数字が出てくるっていうね、なんかこう、ずっとね、こう、ループしてるような感じの数字のことを巡回数っていうみたいですね。だから142857だ。を2倍すると、2で始まる数字があるんですけど、その中に、1428っていうね、並びが出てくるんですよね。まあ、実際かけてみてほしいんですけど、さっき、南本さんが言った数字をね、そしたらその並びが出てくるんで、まあそういう数字のことを、もしかしたらこう抜け出せない現状を打開しようっていうことを言いたいのかな。あのね、こう、なんか、彼が言いたいことをこっちがね、理解してあげることが必要ですね。行きましょうか。あのね、まあちょっと変わってるんですけど、かっこいいですよね。まあ、どこで見るか。整理してみるか。あ、まだパーティーメンバーはいじれないのかな。まあ、行きましょうか。急に出てきたね。はい。はいはい。ここで誰かいるね。おお、ちゃんとボスがいるね。ゼプトグラムども。はい。すぐにね。で、この人なんか最初出てきた時に、なんかすげえ弱えみたいなこと言ってたじゃないですか。まともな指揮も組めやしねえつって。多分、かなり弱い状態なんだと思う。弱体化してるというかね、本来の力が出せてないっていう状況ですよね。まあそこら辺が、わかりました。はい。さあやろう。準備はできてる。行くぞ。速攻で行くぞ。はい。さあ、周りから片付けていこうか。溜めといて、こう。かっこいい。あ、いいね。ちょっと待って。
待って。ああ、気持ちがいい。あ、ちょっと待って。お前じゃない。オッケー。味方の締めに合わせるってことね。この程度か。完璧。後悔させてやろう。アタック3倍。完璧だ。地味だね、なんか。まあ、勝ったけど。レベルアップ。近いぜ。雑魚どもは強力なノイズに共振する。あ、これまだ雑魚なんだ。あれ、ふん、今のノイズを倒した報酬、お前らの使用者レベルはが合えばだが、何はい。まあゲームによっては、その、いろんなね、設定ができるみたいなんで、まあ彼の知ってるゲームでは、使用者レベルっていうのがね、設定されてたんでしょうね。さあ、フレームサークル。なるほど。これね、前作で使いにくかったんですよね。まあ、ちょっと装備してみようか。バッジを装備しよう。同じ操作ボタンのバッジは2つ以上装備できない。ああ、そういうことね。はい。何考えてんだ？整理してみるか。さあ、どうしようか。この遠距離系ね。であればフレットにつけさせる？もうレベルマックスなってるんでね。変えてあげようか。ん？ちょっと待って。操作が同じ。L2 だって。なるほど。まあいいんじゃない？つきました。スキャン。ね。急にね。そうだ。全部まとめて消去してやればいい。極端なんですよね、この人。サソリ。生命力の残量は 60% 程度か。他のプレイヤーと戦った後ってことかな。仕留める前に、あ、逃げたんだ。これ片方が1ゼプトグラムってことだよね。はい。やるしかないか。うわー、でかい。さあ、炎バッジ使ってみ、こりゃまずいかも。見ようか。炎バッジ使って貯めて、おお、楽しい。オッケー、溜まった。 60% ね。よし、あ、毒入ってる。ちょっと待って、オッケー。溜まった。おお、すげえ。めっちゃ削った。終わった。いや、
当然だ。はい、やった、勝った、俺たちの勝ち、やったじゃん。商品とかあんのかな、かなり頑張ったけど。あーい、おめでとう。あー、死神の翔か。そうそう、翔かちゃん、ターゲットが倒されたから今日は終了、最下位は免れてるかな。おお、初登場のくせにまあまあじゃん。ノイズに瞬殺されると思ったのに。それはどうも。案外強い？そう見えないけど。興味持っちゃった？っていうかチーム名変えれば？ダサすぎ。別にいいし。あっそ、お疲れ、それじゃね、バイ。あれ、それだけ？商品ないの？お、なんか来た。今日の結果？標的討伐チームはピュアハート、トップチームはルーイン。なんだこれ、よくわかんないな。あー、もう少し派手に終わるの期待してたのに。お、もう結構な時間じゃん、そろそろ帰る？南本さんもいなくなっちゃったし。あ、ほんとだ、俺言い忘れたわ。よし帰ろう、今日は疲れた。なあフレット。何よ。死神のアプリ元に戻んねえみたい。んなことないっしょ。通信障害かな、誰にもメッセージ送れない。あ、嘘だった、お前に送れる。お前とだけ？ゲームのせいかね。なんだろう、明日もダメだったらお問い合わせだな。じゃまた明日学校で。うん、またな。あれ、治ってる。